保持証している棒踊りは三座集落に伝わるもので、平成3年を最後に一旦途絶えましたが、集落青少年の皆さんの指導のもと、平成20年に4年生以上の児童が運動会で披露し、18年ぶりに復活しました。そして平成22年から全校児童が参加し、平成23年からは町文化少年団に加入して郷土芸能の保存活動に取り組んでいます。子どもたちが手にしている棒もそれぞれの身長に合わせて踊りやすいように工夫されています。今年も運動会や三座神社、油久神社の大祭で披露しています。どうぞご覧ください。深海を照らす火の国に、山と男の血を受けて生まれ至る青年の結びは固し重要だ。霧島
Thank you.